はい、皆さんチュース。はい、今回はね、まあサムネ見ていただければ分かる通りなんですけれども、まあ早速、まあ目の前にあるこの V バル、まあゴッドバルキリーですね。はい、こちらのガチャガチャであるゴッドバルキリーも当ててきました。こちらですね。まあ比較するとこのくらいの大きさの違い、まあ3分の1くらいかな。はい、そんな感じの大きさ。まあ一回り小さいですね。ゴッドチップとほぼほぼ変わらない。ゴッドチップの一回り大きくなったバージョンって感じですね。まあ結構コンパクト。まああれですね、指2本あったら絶対隠れちゃうみたいな、こんな感じですね。はい、でこちらですね。まあいつもまあ皆様が使う分にはストラップで使うと思うんですけれども、この完成度の高さはまずね、極めつけですよね。はい、もちろん本物の方がかっこいいんですけれども、まあストラップ用にということで、まあ戦わないんだけど、戦わないにもかかわらずこのね、出っ張りもね、ベイブレードで引っかかるところ、しっかり再現されてるなということで、ちょっとクオリティ高くてね、他にも使いたいなっていう心が生まれまして、まあ早速ね、こちらをサムネにある通り、イヤリングにしていきたいと思いますので、そちらの動画どうぞ。あ、しけた。テリテッテッテリテッテッティーテリテッ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 テのテテテテテテのテテテのテテテテテのテのテのペテテ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 テのテイ、じゃーん。はい、完成して今つけてます。まあ見えるよね。ちょっと髪長いから見にくいんだけれども、まあ今後イベント行った時とか結構つけていきたいと思いますんで、これを見かけたらまあ確実に俺なんで、よろしく。ジョニー